こんにちは、岩田書店の岩玉です。毎週火曜日更新の岩ラジオは、北海道で一万選手をやっている岩田書店の中の人である岩玉がただ喋るラジオ的番組となっております。お食事の支度中、移動の車の中、作業中のながら聞きのお供にどうぞ楽しみください。子供にママウルトラマンの曲どんなんだっけって言われて、すぐさま思いついたのが、私戦隊ものとかウルトラマンとか、まあ少女魔法少女系をほぼ履修していないので全然思いつかなくて、ウルトラセブンのセブンってやつ、あれがハッと思い浮かんだんですけど、いやほらビルのやつって言われて、あ、ヨネズかってなったっていう、ただ今朝の一コマの話なんですけど、ウルトラマンの歌って言われてヨネズ出るかって思ったんですけどね。まあいいんですよ、これが世代差なんかもういろいろありましてね、伸びてた髪の毛を切るという、作業、あれをようやくミッションをねコンプリートしました。もう本当申し訳ない、予約してはちょっと行けなくなりみたいなので、伸びてたから髪は伸びるし予約も伸びるしっていう、別にうまいこと言いたかったわけじゃないんですけど、やっと髪切ってさっぱりすっきり、この頭洗うときにさ、わー楽ちーみたいな例のやつ結構量を減らしたのでだいぶいい感じにすっきりです。もう寒くなるって言ってんのにね。あ、そうまあそれですごいいろいろねあってドタバタしてたんですけど、で1万円選手、はい、先週ねやりましたよね。1万円選手の受付が10月1日から10月7日までということで決定いたしました。来月頭からね1週間あるので、まあその間に1回ゆっくりねポチッとしてくれれば大丈夫ですから、慌てず騒がず、その間はね一生懸命私も告知していこうと思うので、まあ皆さん忘れずにということでね、どうぞよろしくお願いします。で、まあ1万円選手の募集かけるんですけど、岩玉選手をちょっとねやったりやらなかったりみたいな、そういうちょっとねなんかやれなかった時あったのよ。そう、 あったんです。そうね、濃厚接触になったりとか、今にねいろいろありまして、でまあ久しぶりに日曜日に募集しようと思って、まあちょびっとだな、そんなにいっぱいできないし、今週も予定結構いろいろあるしなんて思いながらね、フォームを開けてたんですけど、また私ちょっと他の作業してたらさ、はっってなって見たら予定数のまあ倍近く来てて、やっべーってなってすぐ止めたんですけど、だからね本当は今週中に全部終わらせるっていうの、その募集した週に全部終わらせるのが岩玉選手と思ってやってるんだけど、ちょっとね2週にまたがっちゃう可能性も出てきた。もう頑張ってやるけどね、やるけどちょっと今週の予定を考えつつ、まあまあまあ 1,2 週間で終わるっていう風にちょっとハードル下げといてねおこうかなという感じです。やっぱりまだ夏休みの名残じゃないですけど、まあ移動のしやすい季節っていうことでね、岩田書店もいろんなところからいろんなお客様が寄ってくださいます。はい、でまあいろいろお話ししたりね。そうだ、あとすごいわーってなったのがいつだったかな、なんか前に私が夜お店番をしてる時にふらーっと来てくださった、大学生みたく見える若い男の、背の高い男の人がね、関西の方がねいらっしゃって、でまあいろんなことを話しながらポツポツとね、社長いないんでごめんねっていう話から、まあでもこうでこうでってすごいポツラポツラ話して、いろいろまあ結構衝撃的な反省というかですね、マジかみたいな話を聞きながら、じゃあそう私でよければって言って本をねわーって選んで買っていただいた方がいたんですけど、まあ、また来てねなんて言って、でまあ帰って行かれたんですけど、その方がね1万円選手当選されてて、なんかね、あ、私も全部の当選者の作業に関わるわけじゃないので、たまたま私がその発送とかいろいろ手続きをした中に入ってて、ふっとあれって名前も私聞かなかったんじゃないかな、なんかこの人、あ、そうだと思って、なんか本選んでもらったみたいなエピソードが書いてあって、あ、この人あの人だと思って、元気そうでなんかどうしようかなみたいな感じだったのが、一歩こう進み出したみたいな感じの雰囲気があったので、あ、すごい良かったなっ
って、また遊びに来てほしいな、でも忙しいだろうなみたいな、なんかこうエピソードがあったっていう、ちょっと嬉しかったなっていう話です、ね、とにかく、まあ、関わった人たちみんなこう、ね、いいことも悪いこともあるだろうけど、まあ、そこそこで楽しくね生きていててくれればいいなという、そういう感じなんですよね。なのでちょっと、うん、微妙な再会って言ったら変ですけど、変なところですね、再会したような気分になったっていうことです。最近家族で、そうそう、あの今更なんですけど、ヒカキンの YouTuber のね、ヒカキンのゼルダのブレスオブザワイルドやってる動画をちょっと見てるんですよ。でブレワイは私も大好きだし、子供たちも大好きだし、あの本当にスイッチの発売と同時ぐらいだっけ、あれ発売されて久しく、もうでも全然色褪せないソフトだなって私は思ってて、あのブレワイとマイクラは一生遊べるって私の中では思ってるんですよ。だからね、なんかそっから全然変な話になって、5億年ボタンって知ってます？なんか目の前にその謎のボタンがあって、1回押すとシャキーンって100万円もらえるんですよ。100万円、まあ仮に100万円もらえる。そしてそのボタンを押すと、何もない空間で眠ったりもしないし、お腹も空かないし、その身体的不快みたいのが一切ない、でも何もない空間にただ一人5億年取り残される、死ぬこともできないみたいな、で5億年経ったら戻ってこれて100万円もらって全ての記憶が消える、その辛かった5億年間のみたいなボタンがあって、まあまあそういうね、まあ、よくある話っちゃ話なんですけど、その5億年ボタンを押すとすれば、マイクラとゼルダをどっちに持っていくかっていう、どうでもいい話をしたっていう話です。でもまあぶっちゃけ5億年はさすがにブレワイ耐えられないと思うっていうか、もうそんな5億年あったら多分目つぶってあの RTA できるぐらい、世界記録出せるぐらいあの上手くなっちゃうと思うんで。マイクラはさ、ほらワールドリセットあるじゃない、だから要するに新規ワールドをどんどん作れるから、それで永久に遊べるっちゃ遊べるので、自分の頭の中の想像を超えないかもしれないですけどね。だからまあまだ 身があるのはマイクラかなって。いや違う、ゼルダが悪いって話じゃないですよ、ゼルダは素晴らしいって話なんですけどね。でまあヒカキンのゼルダ見ながら、もう昔のファミリーコンピューターですね、ファミコン時代のことをね思い出すわけ。友達の家に集まってみんなでわーわー言いながら、それはこうだよああだよって言いながらゲームをやるっていう、あの感じですよ。もう任天堂さんが望んだ姿が今ここにあるとか思ったよね、ヒカキンの動画を見ながら。だっていや、ヒカキンそうじゃないよ、なんでそうなんだよっていうのをみんなすごい言うわけ。全員あのやったことがあるから、いやこれおかしいよね、なんで そんな難しくやるのとかさ、えなんでそこそんな慎重になるのに、そこそんな雑に突っ込んでいくのみたいなことをやるので、やっぱりね彼はすごいキャラクターがいいですよね。やっぱあの YouTuber って、特にグループ YouTuber っていうのはやっぱりリーダーの資質っていうか、あのディレクションが、やっぱりディレクションがすごい必要だなとは思うんですよ、うん、だからグループって結構大変だし、すごいなんていうか大変、まあまあいろんな人がいる分尺が埋まるけど大変だなと思うの。だけどヒカキンさんはね、やっぱりキャラクターだよね、本当にヒカキンという名がもうキャラクターになってるよね、人じゃないっていうかミッキーとかに近いみたいな感じかね、うん、だからそれはそれで本当すごいなと思って見てる。もう小学生にあんなに盛り上げられる男すごいなと思ってヒカキンもうだってアラサーとかだよね、違ったっけ、そうだよね、30代だよね多分。いやー永遠の少年なんか本当にちょっとダメな小学生みたいな瞬間があまりにも多くて笑っちゃうんだけど、いやー面白いなと思って。あと子供たちが気にしてるのは、最近のヒカキンはちょっとデカキンじゃないかっていうことをすごい。でも大丈夫、デカキンもだいぶデカデカキンになってるから、いつまでも2人の差は埋まらないまま、そのヒカキンがたとえデカキンになるとも、デカキンがさらにビッグキンになるからみたいな、わけわからんこと言って、これもうみんなヒカキンとデカキンを知ってる話の体で言ってるけどね、あの例の金一族ですよ金一族ってなんだよ、ヒカキンの真似をしているっていうか、ヒカキンリスペクトしすぎて、でヒカキンのまあ
スタイルを真似し、で、ただすごい体が大きいので、なんか芸人、元芸人さんかなんかなのかな、彼はね、うん、デカキンっていうキャラクターでやってる彼がいます。ちょっと毒を持っている、愛くるしい大きな熊のプーさんみたいなキャラクター。彼のね、私は UFO キャッチャー動画が好きで、たまに見るんです。そんなそんな話ね、今日本当にもう申し訳ないな。前回岩田書店の1万円選書の動画を上げましてね、それで結構ねチャンネル登録してくださった方が多かったんですよ。でその翌週ね、気合い入れてなんか喋ろうと思ってたんだけど、もうこの調子だからさ、もう相変わらず、もういつもよりひどいよね今日ね、なんかボワーっとしてさいつも聞いてくださってるね、本当に数十人のね、毎度毎度ありがとうございます。もう私知ってるよ、昔からいる方のお名前も知ってます。そういう人々ならまあまあこういう時もあるよねみたいな感じで普通に受け入れてくださるでしょうけど、本当に初見の方はね、なんだこれはって、本屋の YouTube チャンネルかと。違います本当に本の話する時もあるんだけどさ、なんか今日はちょっとダメですよね。あ、少し本の話します。本の話っていうか、ずっとねここ2週間ぐらいワクワクしながら待ってたんですけど、今年もありがたいことに宝島社さんこの漫画がすごいの方に原稿、うん、アンケート寄せさせていただけることになりました。嬉しい、もう一番楽しみにしてるかもうね、秋になるとそわそわして、あ、そういえば今年出た漫画どれがいいかななんてね、頼まれてもいないのに勝手にこの漫画がすごいランキングを作り始めるっていうね、もうねそういう癖があるので、今年も宝島さんの口も合ってない、お誘いメールがいただいた時はもうすぐノータイムでね返事、やりますみたいな返事して、でもまだちょっと取り掛かれていない、こうちょっと、いやーってこっからが大変なのよ。ランキングだよ、ランキングなんかつけたくないよ本当は、とかさ、あとね男編女編って一応分かれてるんですよね。それは一応少年男性向け雑誌と女性向け雑誌、コミック雑誌ってやっぱり女性コミック男性コミックって一応分かれてるので、それに準じて、それに載ってるやつは男性向け雑誌に載ってるやつは男性男編で、女性向け雑誌に載ってるやつは女編っていうことで、別々にランキングを作らなきゃいけない。で私毎回そうなんですけど、自分が今年1年出た漫画の中で、あ、これ面白かったなみたいなのをまずわーって書き出すわけで、今度それを男女ってずっと調べてね、ちゃんと一応ね調べて分けていくんですけど、まあ男物多くてさ、あ、女編はもうね本当に1位から5位まで決めるので、もうほぼそこで大体もう決まっちゃうぐらいのなんだけど、男編多すぎてさ、あー辛い、君もダメなの、え待って5しか選べないのみたいなのを毎年一人劇場しちゃうっていう、この漫画がすごいもうどうしよう。もうでも私ね、結構一個好きなものをさずっと押し続ける傾向にあるので、毎年こいつランキング変わんなくねみたいなことを思われるのもさ、またなんか切ないじゃんと思って、でやっぱりちょっとね、あこれはっていうのを入れていきたいなとかっていう、いやでももう頭の中にね大体決まってるんですよ、あれとこれとこれは入るでしょうみたいなのがあるからさ、どうしようどうしよう。あと小ネタじゃないんですけど、このシーン良かったみたいなのをすっごいそのピックアップする。去年ね何だったっけな、なんかで私その自分の頼まれたコーナー以外にもね、なんか一言そういう系で採用されてたような気すんだよな。本当にありがとうございます、ね、でも漫画が大好きですっていう割にはそんなにね、本当にその書店員のさ漫画好きなね方とかから比べたらもう本当になんかありぐらいしか読んでないんですけど、好きなものをしか読まないな、みんなそうだろうけどね。だけどもう乱読するさ書店員じゃなくてもめちゃめちゃ読む人いるからさ、そういう人と比べちゃうとちょっと本当になんかもう申し訳ないって気分になるんだけど、それでもまあねこの好きな気持ちは変わらないので負けてないと思ってると。あーでも今年なゴールデンカムイとか入りそうだよね、やっぱ最終回迎えちゃって、これも最終巻が出てしまったのでね、やっぱそこでまあ、もう今ですみたいな感じで5カム来そうな気すんだよなって言っても
毎度ご存知の通り、私の予想って本当に当たらないので、もうね、本屋大賞の時もマジで当たんなかったし、当たんないっていうか、ちょっとやっぱずれてんだよね。これがこれは面白かったし、これはいいよ、だけどこっちはいいんだけどちょっとあれだよねとか言ってたのが大賞を取ったりするから、本当にお前さみたいな感じ常々こうスタンダードになりきれないというね、悲しみがあるんですわ。まあいいんです、そうやって生きていく何言ってんだろうね、まあ、そんな感じで一応ね、これ一応これ本の話だよね、本の話したよっていうことで終わりたいと思います申し訳ない、一番偉い選手のね、告知のあれして一発目がこんな感じで申し訳ないけれども、まあでもこんなもんなんでね、本当になんていうの、最初にだからお断りした通りですよ、本当に暇つぶしチャンネルというかですね、なんかしてる時にちょっと聞いて、あもう今日も元気ですねみたいな、そういうそういう生存確認っていう感じで捉えていただけるとありがたいなと思います。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。したっけねー。